ナイトボットだよね。そうそうそう。ナイトボットなんて。シャレちゃってさ。何の何の。シャレちゃってさ。なんか変わったね。してない。何を持ってけばいいんですっけ。ネットね、銃。気持ち。かぶれた。なんか25しかない。あ、ヘルメット、ね。ヘルメット。あ、偉いね、最初から。うん。意識が高いよ。持ってくよ、これ。うん。めちゃめちゃ高いね。え？やめよう。なんで言ってくんないの？え？めちゃめちゃ高い？あ、意識がってことね。あ、意識がね。はい。え、なんで？酒を飲んでない話だよね。今日は。違う。飲んでない。今日は飲んでないんだけど。コミュニケーション終わってるじゃん。別にあれか、メスさんはダウナー系になったわけじゃないよね。あ、違う。あ、よかったよかった。パッション系だもんね、だって。そう、今日は、あ、ほんと寝起き。あ、よかった。パッション系、コモリメトのままでよかったわ。ごめん。今日はほんと寝起きよ。何かやっぱ久しぶりに遊ぶから。そう、確かにね。アリさんも久しぶりだね。確かに。変わってない？みんな大丈夫？なんか、変わってないよね。めちゃめちゃテンションどうだ。そりゃそうよ。よかった。なんかここ数年でなんか変わっちゃったらどうしようと思って。平日のさ、うん、普通のさ1時半はもう朝よ。こちらで言う。まあ確かにそれはわかる。でもそう、はい、本当にわかる。カルコフ、まあ、AK74M 持ってくから絶対に落としたくないから本当頼むよ。俺とアリさんは誰だと思ってんのよ。そうだよね、そうだよね、そうだよね、うん。でもさっさんがね、成長してるから。いや、まあそうよね、そうよね。さっきなんか前まではなんか言ってたもん。そう、前まで一緒になんかベイビーみたいな扱いをされてたけど、うん、任しても今度はもうフランシスコ高校を今開校しようか悩んでるもんって。そしたらまずはコモにメト入学させるよ、俺は絶対に。いや、うちごめん。うちは奨学金免除だよ。奨学金免除だよ、でも。うち、有坂高校だったよね、一応。成長はしないけど。一応そうだけどだってただゴースト部員みたいなもんじゃないの、もう有坂高校の。いや、まあでも他校にやっぱさ遠征行ってみるのも大事よ。あ、留学的なね、うん、そう有坂はあの渡す方があれなんだ。なんかあれ、ね、生徒を守る感じではないんだ今。いや違う。いや、うちの生徒だからみたいな感じの流れかなと思ったら、うん、他の他校に行くのもいい勉強だよ。どうぞどうぞのやつだったよね。そう、行かせようとしてたよね。帰ってきてもらうから、もちろん。いやいや、そんな簡単じゃないですよ、高校入学は。なんか後出しじゃんけんみたいです。すごいやだ。あれ、でけえもん。まあじゃあちょっと小森メトは不採用ってことで落としますんで。もう最悪だよ。はい、全然大丈夫。でも俺は行かないな。今何を迷ってる今、ちなみに。なんか急に無言になった時って大体迷ってる時だよね。バレた、うん、お前これあのね、 AK74M にあのスコープはどうやってつけるのかな。フェンス見んの一回やめようか、これね。配信見んのやめようか。フェンスこれかな。口開けながらなんか変なとこ見てたぞ、お前。今フェンスのなんか顔見てんのかと思ったもんね。いや違う。これはもう生きるよ、もうこれうっついこよ。うっつの方が早か、アリさん。うっつ、なんか行きたくなさそうじゃない。うっつ、なんで違う違う違う、なんで行きたくないの。何のタスク、サレはいつもありがとう。サレはいつもありがとうね、うん、なんか嫌そうな、うっつの言い方。嫌そうじゃねえ、そんなことないですよ。うっつ、何が嫌。ちゃいます、行きましょう。それどこでも行けるけどみたいな感じの顔してなかった。どこでも行けますよ、そりゃ。え、どこに行きたいの、アリさん。ん、ねえ、俺どこでもいいよ。全然俺もどこでもいいよ。カスタムの方がいいんだったら。わ、待って、メッサンつけれるかも。メッサンでもいける。メッサンでも付き合いってさ、うん、違う一例でも違う。メッサンバカにしてる言い方じゃなくて。そうね今の始めたての状態でもつけれるかもって言い方。OK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 、 分からないもんで。教えていただく形になりますけども。まあ今日は成長したシスさんがいるから。うん。なんかすましてんな今日。ちょっと舐めてるとこあるでしょ、やっぱシスさん。なんか今日ね、ちょっと
いやあのねちょっとねごめん今ねすごい仕事の連絡を返してた。やっぱりあの文字読んでるとき俺ほんと喋れないんだよね唯一。まあでもわかるよ、私もさっき買い物してるとき何にも喋れんかったし。でしょ、口開けてオケーっとしてたね、うん、あーってでマジね、メッサン俺の装備見たらあれお前今までと違くねってなるよ。ここでわかる。ほんとだ、あれっつってお前ほんとだ、強くなってねみたいなレベル、竹みたいな。あそうこれ ね今期ハマってます私。ハマってる。欲しいやろこれな。もう欲しいね。それ何、これ20万ぐらいするんよね。高っ。あげるで気分がいいから。いいんですか。そんな言い慣れてない、そのいいんですかは。いやいやこれ、これ一流ですよ自分なんて。そんなもらっちゃって、いやそんな悪い。いやでもありがとうございます。何それ、アサルト。これスナイパーやね。あー俺もアリスさんもスナイパーできてるね一応。近距離は任せだみたいな感じになりはしない。近距離にまあ入ってこれたらいいね相手が。俺らの周りに、そう俺らの周りに入ってこれたらマジでいいね。軽装でくれよかったな。俺が誘った時の五条みたいなこと言っとったもんシス。大丈夫俺最強だからって。うん、俺最強だからって、うん、闇を払っての段階だね。だから俺今首振ってるよ。一気やんそれ。一気やん。わかんない、やめてよその一気やんってツッコミはなかなか出てこんよ。じゃあ今日のガイドはシスさんってことで。ガイドもクソもこれだってサレーワと MP133 だよね。でもちなみにだけど、この序盤のやつは結構やってるから。そうだね、でしかもスカブ5キルでしょ、うん、うん、結構やってますから。結構やってるよね。うん、何回も何回もね、こう何回ここだけ何回も何回も繰り返して、ここだけ何回も引率した記憶が。いや、そここだけは結構やってるか、もうだいぶ分かるぞ。ちなみに頼もしいここのプロ、ここだけは誰よりも早く終わる、もしかして、うん、だからスタートダッシュ切れてたらな、みんなといい感じになれてたんやろうけどな。まあでもちょっとごめん、忙しくてな。12月もあるで、メッサン。12月楽しみやな。予定開けといてな。ちょっと右から行くか。ちょっと PMC 湧いてくるだろうし、もっと右から。ですよね、有坂さん。ここ PMC の脇ありますよね。出社についていきますよ。この道路の奥 PMC 湧くんですよね。あいつ一回後ろ振り返らんの。なんかあいつな、引率慣れてないな、あいつな、あいつ慣れてない、あいつ俺なんでついてこれない。なんでついてこれない。すいません、先輩筋力の差があるっす。まず筋力の差、気合でなんとかできないのか、はい、とそういうタイプが、うん、嫌なタイプのやつだ、教育方針だ、うん、気持ちがあればさ、まあまあ、大丈夫だよね。まあまあこの高校やだ。とりあえず右見えないから、もう今時タルコフやってる人でさ、それは探してる人は絶対にいないよね、うん、いや一人だけいるな。一人だけいる、俺らの知り合いにいるんだ。嘘だろ。それはくださいよ、それは。もう分かったわ、誰か。それはないっすよね。それはこれ下になんかされはあったらいいな。もう分かったって、誰か。あのバニラにマジトーンでうるせえよって言われた。うるせえよ、つって。されはうるせえよ。されはシンがいるね。傷つく、バニさんに言われたら。されはうるせえよって言われた。されはうるせえよっていうバニを初めて見た、俺。まあ、一応名前出してあげると川瀬やで。うん、川瀬でしょうね。うん、近かったら行こうか。うわ、出た、この物資の音。ごめん、みんなの声、何も聞こえなくなる。うんち、うんちって言ったね。バカ、いっぱいみんな今何か言ってる。うんち、バカ、まあ、なんて言ってる。アホ、どっち。 SOS、 まぬけ、 SOS、 シャニマス、 SOS、 ヒホリダっぽいの SOSS やでそれ。ここね結構おいしい。メッサンメッサンメッサン、なに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 、え、これつく。メッサンマジお似合いだこれ、はい、え、ありがとう。あ、して、かっこいいんだけどこれ。ちょ、これ誰か持って帰ってよこのヘルメット。じゃあアリさんに投げて、ヘルメット系は、
最後にせいよう、三連走行見る。すごい怖いとこはそれで。何？いやいやいや、二人がいるからさ。当たってる人見たことないかも。あ、いや、スカブだけ見て帰ろう。マジで何も持ってねえ。これはビッグレイドですよ。ビッグレイド？うん。でもゴミ入れてるだけではない？え、よ、本当に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 。アップルジュースが3本あるわ。いらないわ。トラックが開いてないぜ。つまりだぜ。待って、目の前敵。え？こいつ。ねえ、な、もう何？もう。怖がってたよ。こと言うから。やめてよ。どこに行ったの？違う人が騙されてた。一番騙されてたよ。なんでみんな隠れないんやろ思って。絶対いないと思った。もう。これタクシーで帰らないよね、きっと。いや、金。まあタクシー帰りでもいいよ。俺お金持ってきた方がいいかな、アリさん。俺持ってるからいいよ。あ、本当？オッケー、ありがとう。何？いや、なんないっすよ、なんないっすよ。ありがとう。本当にありがとうね。やっぱおもろいな、タルコフは。ハマってんだしさ。なんかマインクラフトやってるみたいな感覚なんだよね、俺。まあでもわかるかも。宝探しみたいなね。え？今俺二択で悩んでたの。ここは俺もさらにボケをかました方がいいのか、なんかそうよねっていう風に言った方がいいのかみたいな。ごめんごめんごめん、さらにって言うけど別にボケだったつもりはない。ボケではないか。あ、ボケじゃないか。1ミリでもなかった。あ、ごめんごめんごめん、なんかかぶせた方がいいんかなと思ったけど。逆に失礼。死なないようにじゃない。いや、俺はもうあのゴアーマつけてる俺は虚突猛進よ。ちょっと待って、ね、何猛進？虚突猛進？やめてくれ。虚突じゃないの？虚突やね。ちょやね。ちょ？うん。虚突猛進。ちょまげじゃないそれ。ひき肉ですじゃないの。そこまでの振りじゃないよね。違うね。さすがに頭良すぎるな。そうなってくる。シスさんでも間違えんだな。マジで額がないですからね、私こう見えて。パリさんが突っ込むんやな。いや、何もうバカって言ってる。え、違う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 、なんか、いや違う、なんかアリさんって頭いいのみたいな聞いた時に、いや俺はバカだよみたいな。あ、そんなもんかって。そんなもんってなんだこいつ。そんな感じなんだって。分野によって違うよね、文系理系的な。あ、はい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 、俺数字めっちゃ苦手で。だからやっぱちょっとつっていうのが出てるんじゃない？わかる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 よ。わかられてる。この間なんかクイズ番組みたいなのがね、そのVスポの番組で、ね、そうあって、そうダービー、ありましたね、ダービーがあって、うち多分国語全問正解だったんだけど、すごい、算数全問外しだったの。ゼロ100すぎ。そうなの。数字が嫌いですか？うん、現代文とかめっちゃ得意だったけど、数学マジ終わってたな。両方わかんねえな俺。その場合は何回でも着ていけるよ。これ着ていくよ。それ着てくのはどうだろう、やめた方がいいかも。うん、いいじゃんね。いいんだけど、うん、ちょっとなんでよ、なんでなんでなんで。装備は強くて武器弱いって本当になんか豚に真珠というか、うん、ああなるほどね。じゃあもうそれ相応のものを、そうやった方がいいんじゃないかなって。豚らしくそれ相応のもの着てるって。いや違う、あの豚ではないでしょメスさんは。そんなだから豚みたいなことはしないと思ってるからこそ、うん、違う装備の方がいいんじゃないかなって。ああなるほど。あれ？あ、スカブキルがあんのか。そう、スカブ15体やね、うん、そりゃもうフランシスコ先生が連れてってくれるよ。いやもう俺は先生はやめた。いやもうね、あさってていいよ、2人は。早くね。2人はあさってていいよ、うち行ってくるから。死ぬくない？それもう
死ぬ一歩手前の人が言うセリフじゃない？いやいや全然全然。なんかもうここを何回かのこうスカブしばくので確信した。あ、いけるなって。でもスカブがどこに湧くか分かってる？分かんない。だるいな。されてるよ一応。だるいな。一人ね、やった。ナイスナイス。ちょっとゆっくりしようか。大丈夫か。ちょっとゆっくりしようか。アリさんじゃない、ごめんごめん。シスさんシスさん。ごめんごめん。そう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 。冗談やん。うん。違う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 。違う違う、頼もしすぎて思わず。思わずね。ちょっと。そうか。そう、頼もしすぎてよ。俺はアリさんね。違う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 。順調に順調に汚いな。まあ15レベルまでスタッシュ汚いのはマジでしょうがない。そうだよね。うん、そうだよね。うん、俺めっちゃ汚かったからだと思った。そんなもん死んでないしね。だよね、だってよ。言う失ってた。あと3秒遅かった。寝てたね。終わってるね。あぶね。ほら嫁さん。はい、なんでしょう。うおー、シス殿、このゴーンは必ず返しますぞ。生きて帰れたらか。そう、リグになんか入れてる。これサーチできてないんだよな。多分入れてると思う。何入れた？俺があげた玉ってリグに入れた？ポケットに入れた？リグに入れた。リグなんだね。ポケット入れてくれ。何をリグに入れてんだよ。ポケットやろうか。40発。すいません。やっちゃったなって思いながら死にました、一応。そうだね。ポケットなんか埋まってたんか？ポケット、1マス余ってたす。何のための1マスやそれ。玉やろうかい。先生、リグに入ってんね。リグに入ってます。あ、じゃあじゃあじゃあいい、じゃあいい。多分、多分。多分金かかんやぞお前。いや、これ多分、いやリグに入るよな。かま。多分リグや。運じゃねえかそれ。もしかして運ってやつじゃねえか。ファクトリースカブはな。なんなん、やってるようでやってないもんでしょ。やってないみたいなもん。なーかーん、アピールを見つくしてのレジビーバーで行こうぜ。そっかみなごめんね。ちょっといいのじゃないかぎり。そん時だけはめっちゃ集中したね俺。絶対脅して帰れないと思って。おとけしてるからさ。おめさん帰るよそろそろ。全然大丈夫よ。歌ってたから。歌ってた。あ、怪獣の花歌。なんかと思った。うん。あのキックバック。バック？うん。メッサンの一切がさ、よかったな。歌ってないね。あれ？中年記念で少なかった。うん。一応歌ってねえっすね。あれ？メッサンじゃなかったっけ？一切合切は歌ってねえ。もう。俺結構アレンジ聞いてて結構好きだったんだけど。あれ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 さん、これはミートなんとか。どうしたらいい。ミートミート。あ、じゃあ有罪で。有罪だから3人ぶっ殺してくるから俺。あ、じゃあ頼んだ。そう、無双していい。いいよ、確認なんだけど。全然いいよ。ガチでやったろうかな本当に。今なんかいけないと思ってるでしょ。俺ちょっと本気出すわ。ちょっと正面走るか。正面から行く。オッケー、ついてきて。うえ、死んだ。あ、やべ。あれ待って、俺もしかして2人ともやっちゃった。なんか俺の車線に2人が入ってきて、俺もしかして今2人やっちまったか今。ちょっと待って、あの、
っと今緊急で動画回してるんですけどすいません、いやとんでもないことが起きてます。違う、今いや無双しちゃってる俺が、無双オロチやこれ違うんだ、聞いてくれ本気のシスコへちょっと待って待って、あと一人だプレイヤーがちょっとやっぱ正解やめてやるなやるなぁ、シスさん。あれだ、本気出したら触れるもの全部傷つけちゃうタイプだ、ね、全部吹き飛んでたもんね、うちらまで一人倒してリロードして勝ちやと思ったら俺急に画面暗くなったでもこれガチでちょっと本当に言い訳いいっすか、一回ワン言い訳していいっすか、うん、あの全員俺の前に入ってきたんよ、二人ちょうど違う、もうね違う、それ一直線で最後尾シスさんやから、そらいや違う、俺最後尾じゃない、あんたに限っては前出てきてたの、いや違う最後尾だった、俺より前出てきたの、最後尾だった、じゃあシスさんが行っちゃおうとかさ真ん中に行った、俺たちのドッグタグだけのポーチ入れんのやめろお前えごめん、アーマーってどこ誰から変える、あ変えたわ、アーマーなくなった、うん全部なくなった今ので付け切った、あうんもうないね、カバー意識悪いけどねちょっと待ってちょっとさ、クリップ貼っていい？何？じゃこれさ何？ちょっとお前嘘だろ違うもんやばすぎるこれはなん、なんていうんだろうなこれねもうね俺の頭の中で NCS が流れてきちゃってでもこれさ、ほらメスアーマー入ってきてね、まだまだわかる、ギリ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 わかるよね、俺行くの何これ、これはもう NCS がこれで流れた、ゾンマ入ったの、一回一人殺して明らかに俺ちゃんと練習してるやんすごいなこれ、ちょっとすごいなこれ嬉しいんじゃない、もうこんなになかなかないんじゃんこれそうね、なかなかないね、そうね、そうねアリさん、え何を見て笑ってるの、違いますよ、何コメント欄で言われてる、豚に真珠じゃないって、いやそんなことない、これから蝶になる予定のさなぎよこれからね、これから蝶になる予定よ、何、ね、本当に何怒られてない、なんか本当に何って